皆さんおはようございます。今日は今ね、富士山のじゃじゃん、見えるかな、すぐ近くにいるんだけど、キャンプまたね、ふもとっぱらの方に来ていて、ママとパパの誕生日で来てるから、今ねケーキ屋さん近くで探して、このケーキ屋さんに寄ってケーキを買うっていうところで、あ、これケーキ購入。久しぶり、久しぶりだわ、ここに来るの。みーちゃん、この前ぶりだね。巻き、今日はママも一緒に、ママ、パパ、マオ、みーちゃんで、みゆわあ、いや、めっちゃ揺れる。イエーイ、来た。今日も富士山が綺麗で、昨日も箱根行ってきたから富士山見たばっかなんだけど、行っておいて。ちょっとずつ出来上がってきた。寒い、めちゃくちゃ寒い。今回は全部ママがご飯の準備してきたから、何もしてない。みゆ、もう明日の朝ごはんまで準備されてるの。さすがマミー、この杏仁豆腐めっちゃ美味しかった。鍋の具材をもう全部切ってるらしいから、もうこれね、鍋に入れるだけでできるんだって。極み鍋で、ね、うん、化学調味料無添加、うん、はい、お昼ご飯食べる時間を逃してお腹空いてるみーちゃん。一応ね、あのゴールデンパインとかもあるからね。はい、ちょっとずつちょっとずつ出来上がってきた。まだね、多分3時台とかだけど、お腹空いちゃったから、もう鍋を作り始めるみたい。あ、繋がった。はい。あー、寒い。もう時間ないね、結局。まさか来るのにこんなに時間かかるとは思わなかった。何がいらない？上にね、屋根つけれんだけど、今回もできない。おい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 、ナタこっち。ああ、ナタだって。前回来た時はさ、ちょうど満月だったんだよね。ああ、富士山綺麗。めっちゃいるよ。寒いけど。で、今日さ、日曜日なんだよね。だから明日は多分月曜日だからさ、学校とかある親子とかはあんまいないのかなと思ったけど、意外にいる。ミヒも明日はね、お休み。学校休みして来てるから。パパの新技？ファイヤースターターってやつ。ちょっとそうやってやってただけでついたの。そう、ここにね、あのマグネシウムだっけ、なんだっけ、マグネシウムで。うおー、わお、あ、ついた。ファイヤー見た見た。ママすっぴん。やばいやばい、ダメだよ。完成。風もなくてよかったね。風がないのが一番だ。うん、風あったらもう体感温度も5度ぐらい違うからね。大丈夫、意外に大丈夫だよ。どっちがミユでしょう。わかるな。これの説明します。はい、これね、炎、うん、に入れ、ポーンって炎を入れると、7色以上かな、以上に持ってる変化して、
わあ怖い怖い怖い。約30分間ずっとそれが続く。なんかいろんな人に、あ、いろんな色にプワン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 って変わるの。ねみーちゃん、後ろストーブだから気をつけてね。怖い怖いよ。どこに売ってるの？これはドンキホーテとかビレッジヴァンガード、はい、ビレバンとかドンキとかに売ってる。はーいよ。これこの辺にも誰かいたよね。いなかったっけ？いたいたいた。いた、帰ったんだ。帰ったんだ。ねえじいじ、これやろう。みーちゃん、だけど絶対漏れないんだよね。しかも重い。めっちゃ寒いです。めっちゃ寒いでちゅう。めっちゃ寒いでちゅう。ねえねえ、大丈夫？このなんかほうれい線みたいなところ、大丈夫？重いんですよね。あー、悪い子いた。そうやってやろうとしたら中指立てたんだよ。おい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 、50ちょい前。トイレってどこなんだっけ？え？トイレあそこ。でっかい建物。綺麗だよ。新しく買ったテーブル用ランタン。これさ、でもおかしいらしい。もうその場でもう作ってもらったの、難しいから。うん、本当これついてないんだよ、この中のあの白いやつ。うんうんうん、なんとかっていう名前なんだけど、でつけてもらって難しいから。それで実際にさ、つけてもらったんだよ。へえ。製品なんだ一応。そう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 。さよくない。さっきね、燃え上がったの。爆発みたい。死ぬわ。危険を感じる。ね、怖いなんか。やめようやめよう。何する何。今度つかないじゃん。もうやだ。もうやだ。多分大丈夫だよ。いや、絶対漏れてないですよねこれ。超ブスじゃない？やばい。やばい、この光ブスすぎる。めっちゃ綺麗ここのトイレ。何もストレスない、ここのトイレなら。なマジさ、外に出た瞬間超ブスになるんだよね。光がない。ママとミヒは、あよいしょ。レインボーやるらしいよ。すごいすごい。ケーキいきまーす。チャラーン。あらら、あ、大丈夫。見れる？見える。お、かわいい。あ、傷がついてる。マジ？あららら。ここに。出すとき失敗した。もう今全然寒くないんだけど。マジ？逆の位置がいいんじゃね？あの。7本いらなかったかな？いや、いいんじゃん。7本刺した。刺す刺す。このケーキさ、こんなに可愛いのに安かったの？ここのケーキ屋さん。2000円だよね。ね、せーの、ハッピーバースデートゥーユー。パパとママの顔。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアママとパパ。ハッピーバースデートゥーユー。はい、せーの。そんな、はい、おめでとう。ママのやりたかったらしい。かわいそう。よいしょ。いける？あ、これね、メープルケーキだよ。メープルケーキ、メープルシフォンケーキ。へい、うちらはつっつくわ。どう？メープル、おいしい？キャラメルっぽい。うん。うわ、でかっ。食べよう。みーちゃん見して、丸焦げ。丸焦げじゃん。あ、絶対星今日綺麗に見えそう。めっちゃ
ね、今やば。マシュマロやってくんない？なんで？美味しい？まあプロってるから。もっとさゆっくり焼けばいいの。スモア。柔らかいマシュマロ。ママ。うん。ふわふわ。はい、1本あげるこれ。すごいよ。もうめっちゃいい感じに膨らんでるやん。みーちゃん食べるところ撮らして。ふわふわだね。いいね。ロケされてる人。夜食夜食って言ってももうこんな真っ暗だけど、まだ8時10分です。夜ご飯早かったもんね。5時とかだよね。4時半ぐらいに。東京では鐘が鳴ってる時間。そうだね。なんで靴下燃えるぞ。寒いんだもん足。靴下が燃えるぞ。しんちゃんなの。あ、もう食べてんの。そう、早いね。あれもう何時？8時10分。トイレ遅くなかった？うんこ、うんこ、またうんこの話してんの、キャンプの時に。あ、あれか。あー、わかった。うんぴーこ。なんかやったよね、みんな前のキャンプの動画見て。めっちゃ久しぶり。カレー味です。チナで、マオは、塩じゃない、チリトマトで、ジージは塩だね、塩。プラネタリウム並みに綺麗なんだけどね。空撮りたい。空全然綺麗に映んないんだよ。地獄のクレンジング。冷水のやばいよ、まあ、もうすでにさ、手がかじかんでて開けられないんだけど。あ、びぶさって感じが。こっちの方が冷たい。あー、残念でした。死ぬ。もうさ、ママの頭から煙出てんだよね。さて、2個目の充電もなくなっちゃうから、みんなバイバイ。おやすみ。おやすみなさい。明日朝の4時45分。ミーがトイレ。もう寒いよ今日さ。月が見えなかったのだけど、今になってやっと月が上がってきてる。2時頃もね、あったよ。なんと寝れてたのに起きたの、トイレで。うん、寝れてた。うん、寒い。太陽が出てきそうでめちゃくちゃ綺麗なんだけどさ、もう寒すぎる、マイナス3度。しかもさ、カメラの充電3つ持ってきたのにもう2つなくなっちゃって、充電もさ、できるやつが太陽ないから充電ないって話してたら充電切れちゃった。いや、マジ寒い。ミヒはまだ寝てる。カメラが曇ってきちゃう。太陽来たけど、カメラだと光りすぎてる。目開いた？食べれる？もうまだスープ入れない方がいい？もうちょっと休む？スープガン、スープガンのみたいの今。じゃあおいで。あー、やめてやめて、みーちゃん。やめて。おお、めっちゃいい感じじゃん。美味しそう。いただきー。めっちゃいい感じだよ。マジ？熱くなってるから焼けんの次早いよ。うん、うん、もうもうもうあっという間に行くよ。っていうかさ、あのこっちのさ、硬いやつも入れとこうよ。入れたよ。うん、あ、入れてある？いっぱい入れてる。太陽が出てきたからこれで充電。あったかい？やっほー。昨日ね、お風呂とか入ってないから、帰りはどっか
お風呂屋さんに行ってゆっくりして帰るっていう感じだと思うんだけど。Thank you。はい。なんかキラキラついてる。後ろ気をつけてね。パスタが完成したよ。お昼ご飯はミートソーススパゲッティ。もうちょっとかけたら、うん。いい感じ？はい。よいしょ。嘘泣き。ねえ、何も見えない髪の毛しか、あ、ほくろがある髪、頭に。全部片付いたので、これから帰ります。帰るっていうか、温泉に向かいたいと思います。鳴沢っていう道の駅があったからちょっと寄ってる。道の駅鳴沢めっちゃ美味しそう。何？10円。やば、10円だって。チュッパチャップス買えなくて怒ってる人。富士急の目の前の富士山温泉に寄って帰ります。お風呂セット。